今回では、今回はスーパーストラクチャーの作り方について説明します。スーパーストラクチャーは、まずは、まあ、前のこれはアンチフェルマティックで作ったクロームのものですが、まあ、どれでもいいんですけど、ここまで作っていく、あのピンク色のこの画面になるまで、入力を行ってください。そしたら次にシングルプログラムのボタンを、あ、その前にちょっと構造を確認しておきましょう。このような構造になります。このような Chrome の構造ができます。できています。ここまで作ったら、次はシングルプログラムのスーパーセルのボタンにチェックを入れてエグゼキュート。そしてこちらの XYZ のところに数値を入れます。2×2×2 のスーパーセルを作りたい場合は、ここに 2とします。そしてエグゼキュートのボタンを押す。それが終わったらストラクチャーファイルを見て、ストラクトアンダーバー、スーパードットストラクトっていうファイルができていますので、こちらをチェックして、これをコントロール A で全体指定した後にコントロール C、 そして戻って、ストラクトにコントロール A で全体してコントロール V、 そしてセーブ。そしてもう一つ、ストラクトのアンダーバーの、i とついたものに同じようにやっていきます。まあ、念のためにこちらの init と書いてあるものを行っておきましょう。そして、ストラクト gem を見るとこのように、空間が1になって、スーパーセルになったものができています。ではちょっと構造を見てみましょう。view structure のボタンを押すとこのようになって 2×2×2 のスーパーストラクチャーができていることが分かります。で、この後に例えばこの原点のところの原子を変えたいというのであれば、ストラクトジェンに戻ってエディットストラクトファイルにして、例えば目的の原子の部分のところの原子を変えます。例えばここの場面をニッケルとしてみましょうか。そしたらここの Z の部分を空白にしておきます。そしてセーブストラクチャーのボタンを押して、これまで通りこのように行っていきます。そうしますとこのように原点の部分がニッケルに変わったものができます。もう少しだけ続きをやってみましょう。で、イニシャルカルクで順番に上から行っていきます。そしてここはノーでいいです。そして、ここで、ウィンツケが、空間群を見つけるかどうかっていうのですが、これに Yes を押します。そして、スタートストラクチャージェンのボタンを押して戻ります。そうすると新しい空間群が指定されています。では、これをビューストラクチャーで見てみましょう。問題なくできていることがわかります。そして、原子も問題ありません。このようにして新しく、入力ファイルを作って計算を行っていけば、スーパーストラクチャーで、なおかつ元素置換を行った計算ができます。今回は以上で終わりになります。